おや、小さき者か。死の氷雪に君臨する我が身を呼んだのは、私は神霊スカサハスカディ、北欧の古き神々の花嫁にして、かつて女王であった異文体サーヴァントである。神霊は成長などせん、年も取らぬ。ふふん。霊気をいささか変えてみた。何か言うことはないか。似合っているとか美しいとか。神の女王を称賛することを許す。霊気を多少いじったところで、いや待てよ、これはあるいは、この衣とはな、これはかつて北欧を支配せし、我が決意と覚悟の象徴。もう二度と砕けることはない。絶対にだ。褒めて使わす。なかなか見どころのあるやつだな、貴様は。私はスカサハスカディである。神、いや今は神霊の一種であろうな。本来人類の英霊としてサーヴァントになるはずはないのだが、まあよい、私に仕えることを許そう。人間スカサハと呼び捨てにするのはやめるがよいぞ。それは私ではない。人類の英霊などと一緒にするでない。ならば何と呼べばよいかだと。そうさな。ふむ。ではスカサハ様と呼ぶがよい。様付けだ。よいな。ん？いや違うぞ。スカサハではない。スカサハ様じゃ。スカサハスカディである。見るがいい。肌の張りとか私の方が絶対勝ってる。あ、やめよやめよ。むやみやたらと近づくでない。人間の熱を私はあまり好まぬ。熱い。なんじゃ、やめよ。今のは聞かなかったことにせよ。死ね、凍えて死ね。氷となって私をひんやりさせよ。お前に一つの秘密を明かしておこう。異文体での私は多くの神々に愛され、求婚され続けた女神であったものの、気づけばラグナロクの果てに全ての神々は姿を消していた。私は北欧世界に残された最後の神になってしまったんだ。つまりだからだな、生き遅れや婚期を逃したといった言葉は我が前で不用意に口にするでない。よいな、よいな。園児、アイスクリームを所望する。あれは良いものだ。うむ。ところで貴様、仕事はないのか。いつまでこんなところにいる。忘れるなよ、お前は私に仕えているのだ。ふふん。おいマスター。いや違う、私に仕えるのがお前なのだから、マスターと呼ぶのは何か違う気がする。うっかりしていた。うん、今の一言は忘れよ。嘘、向こうの私凛々しすぎ。あ、肌を出しすぎじゃろ。あの私は、あれを目にするとなぜか胸の奥がうずいてしまうぞ。なぜだ。女王としてのあり方は様々だ。ああいうものも悪くはないさ。哀れな娘よ、大神の呪いは今もあれを災難でいるのだから。長子のたどった道をあれらもたどるのだろうか。
この私には関わりなきことだが、本物であろうな。本物か。冬は良い。命が静かな眠りにつく。春も良い。命が華やかに芽吹く。どちらも良いものだ。炎はあまり好かん。人には必要なものだとオーディンは語っていたが、聖杯なぞ不要。私は神だ。願うものではなく、願われるものである。だがどうしてもというなら、もらってやらんでもないぞ。くあ、眠っていたわけではない。違うぞ。まったく、なんだというのだ人間め。イベント？祭りは神に捧ぐものだけでよい。他は捨ておけ。ああ、言わずとも暦の概念はわかる。そうか、お前が生まれた日か。命の芽吹きは私の好むところだぞ。好きだ。うむ。では願いを一つ口にせよ。特別にかつて神の女王であった私が叶えてみせよう。我が名に紐付けられし力、我が声に応えて門を開け。来たれ我が城、影の城、ゲートオブスカイ。さあしもべたち、私の敵を殺せ。